市営山吹荘です。最近 LS を見かけるんだよね。なかなか LS を買う方はどんな人なのかっていうのは、ね、あるよね。無償専用になっちゃったし、ツータークーペじゃ困るけど、基本一人か二人でしか乗らんよっていうお金持ちの方向けですか。あ、難しいよね。次の LS はあるのかないのかっていう感じで、甘味どころ危ういの手前がレトロ。あ、喉渇いた。イオンに寄ります。休憩。はい、大館長、大館長東に向かっております。スマイルキッチン、なんだろうな。はい、コーラン、味があるね。コーラン飯店。休憩するとどっと疲れるな。なんか体力なくなってきてるな、という感じで、うつくさ言いながら東に向かっております。あ、そこの店なくなって久しいね。どうしたんだこれ。駐車場にするために壊したんですかね。よくわからんよね、お店。駐車場にしたいで壊してくれっていうか、売ってくれっつったら、で売ったのかね。なんだろうね。駐車場ってある意味さら地なんで、さら地にするぐらいならそのまま商売やっとったらよかったような気もするけど、商売の担い手がおらんくなったかな。自転車のちょっと逆走教育しないからね。私はいつもね、危ないなと思うときは逆走の自転車ぐらいです、大体。あとはそう危ないと思ったことない。不思議とね、自転車乗ってるけどそんなに危ない目はないんですよ、実は。ただ逆走で危ない、ぶつかりそうになったっていうのは今まで2回、こんだけ走っとっても2回か3回ぐらいかな。2回まではしっかり覚えてるの、3回目はあったっけな。ああ、1回どやしたったな。まあ、あれは危ないっていう感じもなかったけど、なんで私が交通記憶しないかのだっちゅう話だね。さあ、筒井町、ゆるゆる走ってます。手打ち味噌煮込み、手打ち釜揚げうどん、美味しそうだ。最近ね、結構食にこだわりなくなってきたんですよ。もうどうしてもこれ食いたいなみたいなのがあんまりなくてね。てか、あんまりそうやって思うのは体にとって良くないって自分を思い込ませてるところもあるので、あんまり食べたい食べたいと思ったらいかんっつってね。燃料肩、栄養肩だって。あ、ここのコーヒー喫茶店の横って何かあったよね。ここトラック橋になっとる。なくなっとるよ。何があったっけ、ちょっと覚えないけど、このコーヒーがね、そのコーヒー屋さんすごい味があるでしょ。ここ何だった、そこ横の空き地って公園だった。まあ、いずれにしてもこのコーヒーの建屋が味があって好きなんだ。ここがね、本当味あるよね、これ。いい建物だ。さあ、さらに東に向かって走っております。いや、まあね、夏のね、夏休みの旅からまだ1ヶ月は経ってないけど、もう3週間ぐらい経つか。旅の虫がうずいたね、今回は久々にね。まあ、最近の旅路行ったらもうこのね、名古屋旅しかしとらんかったもんで、結構それで満足しちゃってる自分もいたんだけど、いかん、スイッチが入った。北海道行ってカチンとスイッチ入ってね、遠く行きたくなる病患で、ね、出てきました。やばい。ちょっとここもなんかあったでしょ、建屋。なんかなくなっとるへん、これも公園の横なんか壊されとるよね。なんかなくなっとるな。まあ、確実なくなってとるな、こうも。でもコーヒー喫茶ミカ。はい、さらに東へ向かいます。旅の虫がね、うずくね。行きたいわ、特に北海道また行きたいわ。九州も行きたい、瀬戸内も行きたい。行きたいとこばっかだ。沖縄だけはね、行ったことがないので、なかなか火がつかないですよ。沖縄行きたいっていうのはなくて、行くとそうなるのかな、わかんないけど。まあ、一回ね、物は試しにどこでも一回は行ってみて、自分にとって合うか合わないか、行きたくなるかならないかっていうところをね、見定めたいなと思いますけど。中央線が見えてきました。マットレス、いつものマットレス屋さん。これもレトロ、なんとなく。管楽器専門、上村楽器。出た、吉田電機商会、テクニクス、あるようなだ。ハワイアンショットがある、すごいね。カ
ハウスカート、ワイキキビーチ、馬肉の無人販売所って書いてあったな。すごいのあるな。どんな馬肉皆さん食べるんですかね。池下到着、疲れた。全然喋っとらんな、疲れた。表通りは騒がしいので、またいつもの一本裏を走っております。もうここも古いな、風情あるね。ここ松戸号とかあったの、左手のところに。ここだね、このその向こうか、ここだったような。その向こうではない、ここだよね。難しいね。あ、こっちだったか松戸号と。焦ってもらったな。こっちだったかもしれん、この左手のとこかもしれん。親父がなんか松田車乗っとったもんで、ようこのディーラーへ連れてこられました。あ、レトロあり発見。うわ、なかなかの、なかなかの、なかなかの黒塗りですね。こんな都心から離れとるけど、えらい黒塗りしとったね。さあ、また騒がしいので一本裏走ります。さあ、左手白山八幡宮で、そこにちょっとレトロなジャンソーがある。ジャンソー、なぜかコカ・コーラの看板のついたジャンソー。違うな、コカ・コーラ手前か。ザ・ロフト境にもあるね全然蹴り違うわって。夜最大77分180円ってややこしいな。もう携帯電話の料金体系と一緒だな。なんか何を見ずに渡ってきとんなん、どうなっとんだ、にわかなんかと勘違いしとんなん。はい、暗渠のあった、暗渠のあるところ。こんなにずっと喋らんでおると音声取っとる意味がないなという気がします。ちょっぴり涼しくなってきたかな、ちょっぴり。はい、東山暗渠の今逆方向に走ってます。東向きというか東北方向ぐらいですかね。広小路も一本裏手に入ると本当平和ですね、静かでいいわ。外は世知辛いでね、ポルシェがやたら止まってるの、ポルシェとベンツと。なんだあれ、ブリモンかいな、やたら同じ車がいっぱい止まっとった。お、くつぶく帽子が鳴いてござります。さすがに効かなくなったね、もうこんだけ9月が時が進むと。いつ見ても思うけど、動物園人気だよね。あ、私もまあ、めったに行かへんけど、たまにふと行きたくなることあるね。